予想だてよ。アルト占い。ドル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 でん。でん。じゃあ、ベールチェロスケで。うわぁ。正解。正解なの？正解。お、最後もクルーメイツ。おー、いっぱいある。最高。ヒュー。ヒー。ヒー。ハッ。あ、ラッキー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 。これマジでできちゃう？やれちゃう？終わっちゃう？終われちゃう？やれちゃう？できちゃう？綺麗に？まさかの？た、うう、惜しかったね。おお、死んだ。死んだ。死んだ。死んでそうな気配がしたね。本当本当。今なんか一瞬ボタンを押すのあれですか、待とうとしてましたよねちょっと、ね、いやなんかあのごめんなさい、あの一瞬誰が視界に入ってきたかだけ色見たくてボタンから視界離してもう一回押し直しました、ごめんなさい。ああなるほど、はい、誰が黒いかな、誰が黒いかな、アルトさんかな、まあ、僕タオルタスクしてましたからね、真っ黒かもしれないですね。そうですね、汚れてますよ、そのタオル。それを横目で見てカンカンやってました。誰が来るかな。ヌーを右にしてあります。あ、右ですね、はい、はい、ありがとうございます。予想を立てよう。予想、予想を立てよう。アルト占い。ドル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 デン。デン。じゃあベールチェロスケで。うわー、正解。正解なの？正解。クモはならんやろ。適当。このね、根拠のない根拠のない言い当てでこうちょっと動揺を誘っていくっていうね、余裕なのか余裕じゃないのかみたいなところをこう見ながら、いいっすね。全くもって根拠はないです。そもそも怪しんですらいません。ありがとう、ナイスボタン、ありがとうございます。もうレイさん隠しろ、はい、隠しろ、これは白ですね、もうもう多分白、どんどんランクが下がってますね。チェロちゃんってどこ脇でした？チェロはリンさん、いやだったっけ、スズキさんだっけ、あそう一緒に湧いて、そうそれで電気室のタスクとかして、あとあの診察室をゴミ捨てだったから貨物で湧いたんですよね、確か2人で、うん、一緒に湧いた、うん、でそっからセキュリティ通ってキッチンのバーガータスクしに行きました。すげえ動くじゃん、めっちゃ動きますね、うん、だってカチャですよ、カチャとスポですよ、カチャとスポ、わかる、まあ、その擬音でわかる、なんとなくわかる、やったやった、何をやったかはわかった、かいやいや、まあまあ、うん、あのなんか誰も死んでないからいいや、ちょっと怖かったなと思った時です。おやや、キッチンにいたんで、仲間じゃないですか、チェロたち、そんな疑われても困るのだ。そうだね、ごめんね、信じてほしい、いいよ、許すのだ、うん、あんま許してあげる、ちょっとでも怪しくなったらすぐ釣るけど、ごめんね、なんで根拠のない雑殴りってね、割とね、あのドキッとするんですよ、当てられたら、当てられたら嫌なんですよ、人狼って。で、あのベールちゃんとチェロスケのあの反応を見るっていうのはね、大事ですよね。だから特段そんな変な反応してなかったな。
はい。まずい、まずい、まずい、まずい。はい。はい、まずい。まずい、まずい。現です、シャワー室の真ん中ぐらいでヒグさんのお肉があり、うん、直前にそこから逃げていくようなベールさんをお見かけしたんで、はい、ベールさんの話を聞きたいです。どこに死体がありましたか？シャワー室の真ん中です。まあ、ちょっと見えづらいかもしれない。いや、死体なかったです。なるほど。シャワー室の真ん中？まあ、あの、どう言ったらいいのかな。あの、覚え系タスクの入力するとこあるじゃないですか。あれのちょい左ぐらいです。はいはい、ああ。うん。ベール、タオルを集めていて、ベール、下の椅子あるじゃないですか、シャワー室の。はい、うんうんうん。この下のタオルとか集めていて、上の方のタオル集めようかなと思って、そっち向かった時にゲンさんとゼロネイトすれ違ったんですけど、そこでも光るとこですか？ゼロネイもいたの？チェロさんは多分、メインホールから入ってくるゲンさんとゼロネイが、チェロメインホールでシャワーのやつをして、で電気室に下がったらゲンさんがこうメインホールに行くの、はい、とすれ違ったので、じゃあゲンさんついていこうかなと思って、ちょっと 2,3 秒してからついていきました。でシャワー室入るぐらい。あ、そうです。はい、ヒグさんと初手シャワー浴びてます。で私下下がる、エレクトリカルに下がるときにチェロちゃんベールちゃんが上に上がってきて、で中でゲンさんとすれ違ってゲンさんも上に上がってって、えチェロちゃんとベールちゃんはじゃあそこの女性のところで別れて、ベルちゃんが先にシャワーに入ってったって感じですね。はい。ただ 99% ベルさんだと思う。うん。レポートは絶対光る位置だったので。あの椅子の下でもですか？椅子の下っていうか、まあ停電でもないんで肉は見えると思いますとりあえず。アドミンだけ言っときます。貨物1、はい、ラウンジ2、シャワー2、電気2、展望デッキ1、コックピット1っていうのが最後の2秒前ぐらいです。多分ラウンジ2が今道とピッカーさんだと思います。ピールでもないのでセルフかな。ベールさん目線はちょっと違うってことでいいんですか？嘘でしょこれ。え、アルト占い当たってんの？てかそもそも可能性がちょっと高くなっちゃった草なんですが、でもベールちゃんそんな変な反応しなかっけ？変な反応してたっけ？なんかあんまり変な反応してたイメージないんだけどな。ゲンさんじゃないの？ゲンさんでしょ。ていうかこのエレクトリカル構造マジクソだな。4どこだっけ？ここか。ありがとうございます。ありがとうございます。特に何もないんですけど押しました。はい、うん、一応ついなんでさっきのやつ、うん、他の人の場所とかも洗っておきますか？ゲンさんだったらお土産もできると思うので、うんうん、まあ今神殿図見に行ってる時点でないと思うんですけど、ギリ、ベールさん目線ゲンのセリフがあるって多分シネマギャンにおっしゃってたと思うんですけど、その場合って後ろにチェロさんがおられたんですよね。私気づかなかったですけど、うん、チェロさんが後ろにいるにもかかわらずズバッて殺してその場でセリフってことになるんで、まあ、かなり厳しいかなと。チェロちゃんが後ろ、なんかちょっと位置関係ちょっと僕なんか話聞いててよく分かってないんですけど、ヒグさんがシャワーのど真ん中で死んでいて、シャワー室のでゲンさんは どちらから入って見つけた感じですか？メインからです。あ、メインから。はい、なるほど。シャワーからメインに出て行かれたのがベールさんです。ああ、そういうことか。で、ゲンの後ろにおられたのがチェロさんかな。はい、3秒ぐらい遅れてゲンさんに続いて、まあでもチェロ、なんだろう、ちょっと待ってください。どこから入った感じですか、チェロちゃんは？チェロは、ゲンさんとチェロちゃんってメインの前ってエレクトリカルですか？エレクトリカルですね。エレクトリカルで、私がエレクトリカル入るときにベールちゃんとチェロちゃんが一緒にメインに入ってってます。そうですね。でチェロはメインホールの除染をしてから一回電気室に下がったんですけど、そこのはしごでゲンさんと上下ですれ違って、で3秒ぐらいしてからシャワー室に
入りかけでレポートだったんで、ゲンさんの姿は見てないんですけど、議論中にゲンさんがレポートしてたんで、あ、ゲンさんはシャワー室の方に行ったんだなって思って後ろをついていったっていう表現をしました。エレクトリカルにいて1回目に戻ったのに、え、入ったのにもう1回エレクトリカル入ろうとした時にゲンさんとすれ違ったんですか。はい、うん、うん、シャワー室に女性があったんでタスクをしてからエレクトリカル戻ったら、うん、ゲンさんがいたからついていこうと思ってっていう風にさっきの会議でも言いました。なんか変なんだよな、うん、変じゃないもん、ついていこうとするのは変じゃないよ。いやだ、そこじゃなくて、だからそうそう、ニュータンですもんね。なるほど、死体があったから殺そうとしたのか、なるほどな。え、違うよ。適当に殴りすぎだよ。適当に殴りすぎだよ。かわいそうでしょ。ゴミ箱どっか行った。おい、すごいな、アルトさん、すげえな。チェロちゃんでいいと思っています。キッチンの、キッチンとセキュリティの扉のところで今道さんの死体を発見。で、扉が閉まっていました。セキュリティ側というか通路側が、はい、あ、まあ、キッチンの扉が閉まっていて、はい、その直前にリンさんが神宮寺を見ているかわかんないですけど、セキュリティにいたのを確認しています。で、扉越しにスケが見えました。スケが見えて、でその後スケがいなくなってキッチンの右上の弁当が開き、扉を開けたら死体発見です。以上です。情報追加します。キッチンエンジンへの弁当確認されています。あ、でもチロ弁当使ってないもん。最終位置どこですか、チロさん。最終位置どこですか。チロは最終宿舎前です。宿舎前にいます。あの、つぶねさんが多分、ね、はい、宿舎前にいますが、はい、いません。宿舎前っていうか、エンジンと宿舎前の間、通路ですし、チロミ店は、いや、ほんとほんと、これ、いや、マジマジ、あの、あのね、神宮寺さんとリンさんの二郎だと思います。チロはリンさんがやってるんだと思います。以上です。え、ヒグさんはベールちゃんじゃなかったの。セロちゃんは、あれ、ヒグさんをやったのはベールちゃんじゃなかったの。ヒグさん、あれ、ジェッちゃん、ゲンさん、え、のセルフ、え、じゃあ何、ゲンさんのセルフも追わないって、神宮寺とリンさんの二郎で提出でいいですか。あ、チェロさん目線3人いることになっちゃいます。3人いることになっちゃう。ごめん、間違えたのだ。これはクルー的な把握割れなので、ちょっとスキップ入れてもらって一回。とりあえず、わかりました。わかりました。はい。無色透明のスキップ。ねえ、なんで、ね、違うよ。壁にね、透けって見えたんよ。あの、可能だったらもうワンゲームやりませんか。いいと思います。はい。ねえ、ダメよ。占い当たらない。占い、もう。なんでしまったの。占いで心拍数が上がってしまって、煙が吹いて。いや、でも、応用しまった。だから、チェロベールっていうのは分かるじゃん。プースカなくなってきた。そう。ゲンさんも分かると思うんですけど、適当に雑殴りして反応見ることあるじゃないですか。人狼って。それをたまたま文学の2人がいたんで、文学の2人にやって、で周りの人の反応を見たかったんですけど、まさかぶち当たってると思わないじゃないですか。ぶち当たってて、俺も僕文学2人だから適当に正解とか言ったら当たってるし。ダメだ。
びっくりした。びっくりした。ひどい。怖くなった。雑な振りが当たってしまった。雑な振りが。やめてください。クリスカルヒットしてる。適当に正解。すいませんでした。あれ。いらないし、2日連続で当てちゃうみたいな。黒黒。